まずはファイターズの先発伊藤、札幌ドームのマウンドに上がります。さあバファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。キレがありますよね。アウトローの変化球、キレがあります。ワンボールツーストライクです。見逃して三振になります。ワンアウトです。バッターは2番に入っている宗。伊藤、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。いいコースだったんですけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。チェンジアップは入りません。ナイスボールですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。2ボール2ストライクと追い込んでいます。見逃して三振です。バッターボックスは3番吉田。2アウトランナーありません。初球空振りです。アウトロー外れます。いいストレートですよね。はい、外のストレートがストライク。ワンボール変化球空振り。スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。2回に入ります。バファローズの攻撃、バッターボックスは4番杉本。ファイターズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。ボールになります。改めてお聞きします。バッターの杉本、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、穴はありますけど、一発の怖さを持っているバッターですね。なるほど。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。ショートが落下点に入ります。掘ってワンアウトで先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー伊藤、そしてキャッチャーは清水。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。いいコースだったんですけどね。はい、低めわずかに外れてボール。打ちました。セカンドが取る。アウト。2アウト。6番バッター T 岡田。2アウトランナーありません。初球打ち、これはどうか、センターに抜ける。2アウトランナー1塁。バッターは7番に入っている若月。ヒットでランナーを1塁に置いています。2球目打ちました。これはどうか、レフトライナー掴んで3アウトチェンジです。小宮山さん、両投手の立ち上がりをご覧になっていかがですか。いや、もう素晴らしいですよね。まあ、なかなか思うようにバット振らせてもらえませんから。好調な両ピッチャーの投げ合いです。切れてますよね。インローへキレのある変化球が決まっています。ノーボールツーストライク。ボールになります。ファウルになります。アウトコース打ちました。野村が抑えています。ワンアウト。バッターは9番に入っているバレル。まずはワンアウトを取っています。引っ張った、これはどうだ、よく取った、アウト。スーパープレーが飛び出しました。素晴らしいプレーが飛び出しました。赤星さん、今のプレーいかがですか。いや、素晴らしいの一言ですね。見事なダイビングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。そうですね、バッターは打った瞬間に抜けたと思ったでしょうからね。打順はトップに帰って福田。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。2アウトランナーありません。ナイスボール。はい、低めストレート、空振りでストライク。あっという間に三振を取りました。3アウトチェンジ。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。4回に入っていきます。バファローズの攻撃、バッターは2番宗。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。ここもね、きっちり抑えたいですね。そうですね。打ちました、これはどうか、中島、素晴らしい反応を見せた、アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。バッターは3番吉田。
先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。伊藤まずは先頭バッターを打ち取っています。入りました。ワンボールツーストライク。内へ低めに変化しました。低めの変化球は決まりません。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。インサイド落ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。ワンアウトランナー一塁です。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。コース自体は良かったんですけどね。さあ先制のランナーを一塁に背負います。バッターは杉本。そして塁上には吉田。走ってくる可能性もあるので警戒はしておきたいですね。どう動いてくるでしょうか。変化球で空振りを取ります。ツーアウトになりました。素晴らしい投球を続けています。バッターは今日 DH に入っているリベロ。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウト。引っ張った。グラブが届いた。一塁へ。アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。見事なダイビングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いや、ナイスプレーでしたね。